天皇元の元号子を作りたまうこと第二十二今は昔菲子天皇と申す女帝の御代にこの朝に仏法盛りに怒りて道島を作る人世に多かり 天皇も赤金をもって、上六の釈迦の像を、白菜国より来たれる、という人をもっていしめたまいて、あすかの里に銅を建てて、この釈迦仏を暗示せしめたまわむとして、まず、 銅を作られる,る間、銅を立つべきところに、まさにおいけむ、世も知らず、古き大きなる月の木あり。とく切りのけて銅の段をつくべし。と、戦じありて、 行事の司たちでこれを行う間行事と気引き入れよなど罵りて皆人逃げて去りぬその後 ほどを「切るべきなりと定められてまた他の人をもって切らしむるに」「はじめも尾のたつぎを2、3度ばかり打ち立つるほどに死にしかば」「またこのたびおずおず寄りて」 きらしむるほどに、またさきのごとくにわかに死ぬ。とものものどもみなこれをみて、おのたつぎをなげすてて、みのならむようも知らずにげてさりぬ。そののちは、 いかなる感動ありというとも、今はさらに、木のほとりによるべきにあらず、命のあらばこそ、公にも使えまつらめ。と言いき、おじまどうこと限りなし。 その時にあるそうの思惑いかなればこの木を切るには人は死ぬる」と構えてこのこと知らばやと思いて雨の暇なく降るよ そう自ら身の傘を着て、道行く人の木陰に雨がくれしたるように、木の元に密かに抜き足に寄りて、木のうつほの傍らに密かに犬、夜半になるほどに木のうつほの上の方に、 多くの人の声聞こゆ、聞けば言うなるよう。かくてどどきりによりきたるものをきらしめずして、みなけころしつ。さりとてついにきらぬようあらし、といえば、 また、ことこえして。さりとも、旅ごとにこそ、けころさめ。世に、命をしまぬものなければ、よりきてきらむものあらし。という、ことこえして。 もし、朝尾の尻えを引き巡らして、中富の祭りを読みて、そま立ちの人をもって、な縄をかけてきらむときぞ、我ら、術つくべき。という、また、ことこえどもして、 げに去ることなり、という、また、ことえども、嘆きたることどもにて、言い合わするほどに、鳥鳴きぬれば、声もせず、そう、賢きことを聞くぞ。 と思いて抜き足にでぬその後このよしをそうすれば公感じ喜びたまいてその層のもうすごとくに浅尾のしりくえを木のもとに引きめぐらして木のもとに 散らし、みてぐらたてまつりて、中富の腹絵を読ましめて、そまだちの者どもを召して、墨縄をかけてきらしむるに、ひとりも死ぬるものなし、き、ようやく傾くほどに、 山鳥の大きさのほどなる鳥、五つ六つばかり、小づより飛び立ちて去りぬ、その後に木倒れぬ、皆切りはらいて御堂の段をつく、その鳥どもは南なる山のほとりにいぬ。 天皇このよしを聞きたまいて鳥をあわれんでたちまちに社をつくりその鳥にたまう今に神の社にてあり龍海寺の南なるところなりその後 道を作り終わりぬ。供養の日、暁に仏を渡したてまつるに。仏は大きに、道の南のとはせばし。今一二寸広からむに、生物入りたまうべきようなし。これは、 今三尺ばかり広さも高さも仏は過ぎたまえるはすべきようなしそばの壁を破りてこそは入れたてまつらめいかがせむののしり沢にあいたること限りなし る間年八十月たるがいで来たりていわくいでいで主たち皆のけただ沖永妄想に従いてすべしと言いて 仏の音がい、ひきめぐらかし、たてまつるようにして、御恩神戸の方の前にして、と安らかに、ひき入れてたてまつりつ、その後、この沖縄何人ぞ、と問いたずぬるに、 かきけつようにうせぬ、さらにゆきけむかたを知らず、しかれば、おどろきあやしびののしることかぎりなし、なお、たずぬべきうせありて、東西をはしりめぐるといえども、しれるひとなし。これ、 なりということをみひ人知りぬその後時至りぬれば供養ありその講師その時に仏の眉間より白き光いできたりて 中のとより入でて、銅の上に傘となりておおえり、これキーのことなり、とととびあえり、供養の後は、この寺のことを、聖徳太子、受けたまわりて行いければ。 仏法を盛りにして愚かなることなし元の元王子というこれなりその仏今に増します心荒む人は必ず参りて拝み立てまつるべき仏なりとなむ 語り伝えたるとや、